皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。今回は、コンバチヒーローシリーズ、ガイア聖版の続きをプレイしていきたいと思います。今回から第8話に入っていくと思います。いよいよ決戦迫る。訪れるその時は地球最後の日となるのか、それとも勝利の日となるのか、苦しかった戦いの日々を胸にヒーローたちは突き進む。運命は君の手にかかっている。To be last to continue。ラストっていうことは、この第8話が最終話ですかね。それで、ジ・エンドだ。観念しろ。もう少しで計画もうまくいくところであったのに、人間に化けて地球を支配するのは、やはり無理であったか。しかし、我々にも使命がある。負けるわけにもいかんのだ。アマゾンがいきなり戦闘だな。では、普通に戦っていきましょう。RX もアマゾンもそれなりに鍛えてはあるので、この程度の敵キャラであれば十分に倒せると思います。はい、倒しました。結構強かったですね。アイテムかなり消耗してしまってます。やれやれ、これでおしまいだな。さあ、アーサーにこの話をして、加藤機体基地に帰ろう。アーサーをちょっとじゃあ探しに行きましょう。アーサーの家ありました。では早速行ってみます。どうぞ。そうか、やはりあいつは宇宙人だったか。あんたらに協力できて俺も誇り高い。軍が当てにならない限りこのニューヨークは俺が守るぜ。ふっふっふ。アーサーをうまくね、味方に引き入れることができましたね。ではこの後は一旦家督隊の本部に戻ります。久しぶりのポンプですね。なんかみんなが集まっている。おやさん、おお、帰ってきたな。宇宙からたった今連絡があったんだ。なんでもクロスボウなんとかがネオジオンを壊滅させたらしい。それよりも地球に残されたショッカーの動きが気になる。どうやらコロニーレーザーの巻き添えを切って壊滅寸前らしいからな。手負いの野獣は何をするかわからん。とりあえず、滝と貝が情報を集めている。何かわかるまでパトロールをしていてくれ。どこをパトロールすればいいんだろう。まずはちょっと周辺を探索しておきましょうか。ムー大陸の同盟軍の支部にやってきました。マークハンターがいますね。おや、あんたら何しに来たんだ。また仕事を横取りに来たんだ。俺は連邦にここの守りを頼まれたんだ。連邦は随分金持ちなんだな。誰かが入ってきた。ベルトウチカだ。大変です。ムーの村がショッカーに襲撃されているそうです。村人たちを助けてあげてください。やれやれ。やっと俺の出番だな。体がなまってしょうがないところだったんだ。よし、金は連邦からもらってるんだ。一丁派手に暴れてやるか。お前たちも一緒に来い。お、マンカンタが仲間によって4人パーティーになったな。ちょっときつかったので、マークハンターが加わってくれたのは嬉しいですね。残像がいますね。同盟のヒーローどもか。どいつもこいつもショッカーをバカにしやがって。シャアのコロニーレーザーのおかげで我々はもうおしまいだ。しかし諦めはしない。このムーを乗っ取ってショッカーを立て直す。残像と戦闘か。回復してなかったけど、全力で行ってなんとか、早々に蹴りをつけましょう。まあ、ハンターがいる分、ある程度ね、必殺技ポイントが不足してても、なんとかなるんじゃないかと思います。では、全力で行きます。攻撃力は69。なかなか強いな。シールドとかがね、装備できないんで、ダメージを結構食らっちゃうっていうのがあるので、
長期戦になればなるほど不利になると思います。なので、まあ、できるだけ早々に決着をつけるために全力でいきます。惜しみなく動きを重ねていく。 RX とハンターはね、間違いなく強力ですね。はい、倒しました。無言で自爆した。ムーのターン。かなりの人が怪我をしています。ムーには怪我を治す技はありません。どうか助けてください。何をすればいいのかちょっとヒントが少なすぎますよね。ちょっと探索します。何？ムーに怪我人が大勢。わかった、ちょうどホワイトベースが戻っている。それを使え。ということで格納庫に戻ってホワイトベースに乗り込みましょう。ホワイトベースがありましたね。ムーへ救援に向かいます。出発しますか。出発します。お、ホワイトベースが到着したぞ。ありがとうございます。これでみんなの命も助かります。ホワイトベースでみんなが手当てを受けてますね。暗闇大使様すべて終わりました。何？戦闘になるのか、きついな。ヒーロー様お人よしばかりで我々も助かりますな。うわ、戦闘だ。ホワイトベースに乗せたものはほとんどショッカーだ。ありがたくホワイトベースは使わせてもらうぞ。即時戦闘にはならなかったですね。まだ攻めてもの救いだ。俺に話しかけるんじゃねえ。出れなくされてる。ちょっとホワイトベースの中をじゃあ探索していきましょう。ホワイトベースの中でも戦闘があるし、マークハンターがいなくなってる。マジか。ちょっと回復しておいた方がいいな。ホワイトベースの中は完全に敵のストーンですね。いきなり戦闘か。しかも地獄大使。いやー、回復してなかったわー。きついなー。いやー、うかつでしたね。ちょっとパワーカプセルを回復で使いながら RX で攻撃していきましょう。まあでもそんなに強くないな。これだったらなんとかなる。ショッカーの戦闘員は早々に撃破して集中攻撃を。お、弱い。全然倒せた。無言で終わった。ちょっと探索していきましょう。特に何もないですね。ライダーキラーがいるな。あ、離脱していたマークハンターが現れた。待つな。このライダーキラーとやらは俺が相手をする。ライダーの力じゃこいつは倒せん。マークハンター、どうしてここに。お人よしのお前たちが雑魚を片付けるのを部屋に鍵かけて待ってたのさ。せっせこい。頭を使ってんだよ。お前たちと違ったな。無駄な体力は使いたくないんだ。それより俺はどうしてもこいつと決着をつけたい。こいつには随分と借りがあるんでな。そうだろう、ライダー2号。いや、一文字、ハヤトさんよ。戦闘になった。ね、本当に、ハンター一人で戦うのか。ちょっと回復しときたかったなぁ、ここも。まあ、ただ攻撃力はそんなに高くはなさそうなんで、ここは、一気に決着をつけに行きましょう。
ナル攻撃しても十分ダメージが与えられますね。このまま攻撃していきます。イベント戦闘だな。俺はジャブナの秘密基地でこいつに助けられた。俺を助けなきゃこいつはこんな目に遭わなくて済んだんだ。てんてんてん。ほんとヒーローってな、お人をしたぜ。かっこつけすぎだ。まったくよ。マークハンターが仲間になった。ああ、仲間に戻ってきてくれましたね。で、ホワイトベースに乗って、宇宙にやってきましたね。なんだこれは、みんな死んでる。それにこの寒さはなんだ。死んでるのか、こいつらは。というところでですね。ちょっと今回は短めですが、キリがいいのでここまでにさせていただきます。次回、この最終話、第8話ですね、続きをプレイしていきたいと思います。